マービン・ザ・マーシャンのコスプレマービン・ザ・マーシャンは、ルーニー・トゥーンズの登場人物の一人である、火星人。オリジナル作品には5本しか出たことがなかったにも、かかわらず、スピリットとオポチュニティのミニチュアに、イラストが載せられるほどのカルト人気を博した。当初バッグス・バニーの短編作品では、バッグス・バニーが、エルマー・ファッドをやっつけるというパターンが多かった。 しかしやがてマンネリになったため、アニメ監督のフリッツ・フレーリングは、ヨセミテサムというキャラを考案し彼の敵として登場させた。すると、今度はバッグス・バニーがヨセミテサムをやっつけるパターンが多くなり、再びマンネリに陥った。マンネリを打破しようと考えたアニメ監督のチャック・ジョーンズは、物静かで優しい言葉遣いだが行動が物騒なキャラクターを考えた。 かくして、マービン・ザ・マーシャンというキャラクターが出来上がり、彼は1948年に公開された、バニーの宇宙旅行でデビューを飾った。彼の服装は、ローマ神話の戦神マルスが元になっている。これを、アリのような生き物が着ていたら面白いと制作人は、考えたが、マービンは、身振り手振りが多い。オリジナル短編出演時は、名前が呼ばれることがなかったが、 数十年後に人気が出て故障が必要になった際、マービンという名前がついた。メルブランクが彼の声を当てた際は、鼻ごもったようなものだが、後期は容認発音に近いアクセントになっていった。近年は、ジョー・アラ・スカイ、ボブ・バーゲン、エリック・ゴールドバーグが声を当てている。パロディなど出た作品に出演する際は、ダンカ・ステラネタといった声優が声を当てる。日本語版は、 中央の和弘が担当していたが、その後のシリーズでは、バッグスバニーのぶっちぎりステージで出演していた、小形光が担当している。バッグスバニーのぶっちぎりステージは、島田里氏が担当していた。なお、VHS、バッグスバニーのブンブンランドボリューム8に収録された、ダフィーウォーズにおける、マービンの言い回しは、中央の和弘が演じるバージョンとは異なり、語尾に、 残数がつく。マービンは火星出身ということになっているが、火星以外の場所に来ることが多い。彼はしばしば K-9 という火星の犬を連れてきており、1958年のマービンアタックでは水をかけてもドスインスタント火星人を用いた。マービンは古代ローマ人兵士のような格好に古いデザインのバスケシューズを履いている。彼の頭部は 黒い球場のようになっている。彼が被っているヘルメットには、デッキブラシのようなものがついており、これは、ギリシャの重装不評をコミカルに描いたように見える。このような組み合わせから、ある作品でバッグスバニーが彼のことを、タンツボを被ったボーリング球と表現することに至った。有名な発言は、Where is the kaboom? There was supposed to be や、 This makes me so angry, very angry indeed など。多くの話では、金星の観察の邪魔になるからとイリジウムプマイナス36スペース爆破、モジュレーターというダイナマイトのようなものを用いようとするが、バッグスに妨害される。なお、イリジウムプマイナス36は、イリュージウムプマイナス36と綴られることもある。また当初この兵器は、 ウラニウムプマイナス36という名前だった。また、これを作るのに1000年以上かかったことから、長生きすることが可能である。多くの話では、軟質プラスティック製の泡やエネルギーを放つ銃、あらゆる物質を分解する分解ピストルを持っている。ダフィー・ウォーズとその続編でマービンは、ダック・ドジャースことダフィー・ダックと惑星の所有権を争った。テレビシリーズでは、 ダック・ドジャースで、ダック・ドジャースの敵として、ベビールーニー・トゥーンズでは、幼少期の彼が出演している。ダック・ドジャースでは、マービンは、X-2 司令官という名前になっており、火星の女王の部下であり、彼女に片思いしている。タイニー・トゥーンズのダック・ドジャース・ジュニアという回では、名のマーシャ・ザ・マーシャンを連れてきている。 タズマニアにも出演しただけでなく、シルベスタートゥイーティーミステリーのワッツ・ザ・フリークエンシー、キティという回と2003年から2007年までの CN、フライデーズのイントロに、亀を出演した。メガドライブ、ジェネシス用ソフト、タズイン、エスケープフロム・マーズと、スーパー・ニンテンドー用ソフト、ダッフィ・ダック、ザ・マービン・ミッションズでは、ボスキャラとして登場した。 プレイステーション用ソフト、バグズ・バニー、ロスト・イン・タイムでは、ディメンション X のボスとして登場し、スーパー・ニンテンドー用ソフト、ロード・ランナー・ VS ワイ・リーコ用手では、クアンタム・ビープ・ステージのザコキャラとして登場した。映画、スペース・ジャムでは、宇宙人であるためか、審判として参加した。フェアプレイを重んじていたが、宇宙人たちには全く相手にされなかった。映画、 ルーニー・トゥーンズ、バック・イン・アクションでは、アクメ社のチェアマン社長からエリア52にいる DJ と、その仲間を抹殺するよう命じられるという大役を、演じた。クライマックスで、ブルーモンキー・ダイヤモンドを、アクメ社の人工衛星に乗せようとするが、バッグスと戦いを放棄して、ダック・ドジャースとして、バッグスを助けに来た、ダフィーに阻まれ、宇宙を漂う泡に閉じ込められてしまう。また、 マービンは、クリスマスキャロルや、バ、ハンドック、エール、ルニチューンズクリスマスにも出演している。この中で彼は、ダフィー・ダックのラッキー・ダック・スーパーストアの従業員を演じている。その従業員はホームシックに陥っており、クリスマスに故郷である火星に帰りたいと言ったが、ダフィーは、すべての従業員がクリスマスに休暇を取ることを反対した。 クリスマスの霊たちとの会口で考えを変えた、ダフィーは、マービンに、光よりも速いロケットを与え、1日前の火星に、帰れるようにした。マービンは、サウスパークの、第165話、イマジネーションランドエピソード3にゲスト出演した、ことがある。正義を愛するキャラクターとの戦いに勝つために、1万、ほどの悪役と共に更新した。テレビアニメ、 ドローントゥギャザーでは、シャーロット、エス・ウェブ・オブライズと、トゥート・ゴーズ・ボリウッドに出演した。ザ・シンプソンズの、スプリング・フィールド・エックス・ファイルでは、同じ宇宙人であるアルフと共に、容疑者として、並ばされており、ディスメイクスミーベリーアングリーとぼやいた。また、ロジャー・ラビットにも仮名を出演し、未知との遭遇のロイニアリーの部屋のテレビには、彼の姿があった。 マイナス36スペース爆破モデュレーターは t、ペインのタイムマシンやリュダクリスのマウジングオフなどに単語として出てくるだけでなく宇宙大作戦のノベライズ、ザリフトにも同じ名前の装置が出てくる2013年の映画ゼログラビティでは大破したスペースシャトルのエクスプローラーからマービンの人形が宇宙に飛び出してくるシーンがある二千十八年の映画 レディプレイヤー1では冒頭でオアシス内をうろついている。2008年7月28日、ワーナーブラザースとアルコニエンターテインメントはマービン・ザ・マーシャン主演の実写、CG 映画を作ると発表した。この作品はマービンがクリスマスの間に地球に侵略しに来たが、プレゼントの箱の中に入ってしまったという設定である。アルコンはこの作品をレーシングストライプスや マイドッグスキップと比較した。2012年10月12日に公開予定だったが、企画はとんざした。コーキス、ジム、ザ、リターンオブダックドジャース。ウトレマガジン、P25 ハットデイブ・マクナリー、WB2 ディベロップ、マービン・ザ・マーシャン。 バラエティ、ー。https コロンスラッシュスラッシュバラエティドットコスラッシュアーティクルスラッシュ VR1117989712.html カテゴリードイコール 13&CS イコール12008年7月30日、閲覧。ありがとうございます。